こんにちは、ねねママです。今回は実際の事例に学ぶ寝床のチェックポイントというテーマでお話をさせていただきます。寝床のチェックポイントって何かということなんですけれども、ずっとこのチャンネル見てくださってる方はねご存知だと思うんですが、とにかく寝つきを良くするとか夜中起きないようにするとかっていうことのためには、環境の整備がとても大事なんです。もうね、環境を制するものは寝かしつけを制すと言っても過言ではないぐらい本当に環境は大事で、今もしこれを見てくださってるママとかパパが、実際お子さんがねなかなか寝ついてくれなくて困るとか、夜中何回も起きられてストレスだみたいな風に思ってるんだとしたら、まずは環境を見直してほしいなというふうに思います。で、じゃあどういうふうに見直していけばいいかっていうチェックポイントをこの動画の中でお話をしていきます。実はちょっと前にですね、私の家の、昔の写真を使って画像で解説する寝床のチェックポイントっていう動画を出させていただいてます。で、その動画の中でですね、 YouTube で紹介させてください、写真募集しますということで声掛けをさせていただいたら、ありがたいことにたくさんお写真をいただきまして、今回はその中から6枚のお写真を、紹介させていただきますということでですね、始めていきます。よろしくお願いします。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。まず1枚目のお写真いきます。1枚目のお写真ですね、こちらのベッド、ベビーベッドなんですけれども、見ていきなり気になるところですね、おもちゃがあるということでですね、昼なんで、もしかしたらこの時遊んでて赤ちゃんをどかして写真撮っていただいたのかなとは思うんですけれども、もし寝てる時も絵本のおもちゃだとか、オーボールみたいなのですかね、これ入ってるの、こういうのを置いたまんま、寝てるのだとしたら、これはどかした方がいいです。ベッドメリーとかもそうなんですけれども、こう目に賑やかなものとかっていうのを、楽しそうなものとかが置いてあると、寝る場所と遊ぶ場所っていうところの区別がこう曖昧になってきて、寝るところで遊んじゃうとか、ねんねのためにその場所に置かれたけど遊んで寝れなくなっちゃうということがありえますので、ベッドはもう寝る場所としてつまらない空間作りというのを作るのがとても大事です。で、それから、ちょっとアヒルさんみたいな小さい黄色いのが見えるんですけれども、こういった小さいものも寝ながらこうむにゃむにゃお口に入れちゃったりとかして、誤嚥の危険性もあるので危ないので、こういったものもどかしていただくといいかなというふうに思います。それから、おむつとお尻拭きが置いてあるんですけど、お世話セットはね別のところにぜひカゴかなんか用意して、かベッドの下に入れていただくといいかなというふうに思います。これも食べちゃったりとか舐めちゃったりとか、いろんな危険性もありますし、おもちゃとしてこれが認識されちゃうっていうこと、これ遊び始めちゃうということもあるので、別のところに置くといいかなというふうに思います。それからですね、下にバスタオルがシーツのように敷いてあるんですけれども、これもめくれちゃうような敷き方になっているので、しっかりこういうふうなの使う場合はね、やっぱシーツ汚れちゃうとめんどくさいんでバスタオル使うと思うんですけど、四隅こうしっかり入れていただくと、めくり上がらなくて、こう顔にかかったりして窒息のリスクっていうのがなくなるので、しっかり四隅入れていただくといいかなというふうに思います。で、あと可愛いうさぎさんのブランケット、こういうの私すごい好きなんですけど、これカシウェアですかね、うちもね結構すごい好きで持ってるんですけど、ちょっと大きいかな。で、さっき言ったこう顔にかかって鼻と口が塞がると窒息になっちゃうということで言うと、この、大きめのブランケットっていうのはちょっと危険性が高いかなというふうに思います。で、6ヶ月を過ぎると、ぬいぐるみとか、 なんかブランケットちっちゃいもの1個ねんねのお友達としてそれ持って寝ると安心するみたいなものは、ぜひいいものがあれば使っていただきたいんですけれども、サイズ感のイメージとしてはこんな感じですね。これもカシウェアのなんですけど、こんな感じで、これはお人形がついてて、こういうふうにブランケットになってるやつなんですけど、このぐらいのサイズだとこう、6ヶ月以降の子を買ってもこう簡単に払いのけることができるんですけど、結構大きいと、やってもやってもどけられないみたいなこともありえて、ちょっと呼吸の妨げになっちゃうことが考えられるので、こんな感じのものがいいんじゃないかなというふうに思います。もちろんお人形1個だけとかでもいいです。6ヶ月以降の場合は使用が可能です。はい、続いて2枚目の写真に行きたいと思います。赤ちゃん入りのお写真をいただきました。とっても可愛い。赤ちゃんが寝てるのってどうしてこんなに可愛いんでしょうね。本当に本当ラブリーなんですけれども、この場合はですね、頭の上に授乳枕ですかね、こうなんかクッションみたいなのが置いてあるのが見えます。おそらくこのままこう登ってって、壁に突撃したりとかということで頭を打っちゃうからこれを置いてるんだと思うんですけど、やっぱりこういう柔らかいものっていうのは窒息のリスクがありますので、できるだけこういうものは置かないようにした方がいいと思います。それから右側にあるドーナツ枕もそうですね、赤ちゃんこう枕に寝かしてあげて もうこれも枕の上に寝れてないですけど、やっぱ転がってね全然違うとこ行っちゃうんですよね。で、頭の形が
が気になるっていうことも YouTube のコメントとかでよくいただいたりするんですけれども、そういう場合は昼間親の目があるときにぜひこういう枕でこう寝かしてあげて、しっかり見ててあげる。下向いちゃうと顔が埋まって枕っていうのは危ないので、特に0歳ちゃんは危ないので、使わない方がよくて、どうしても頭の形のためにという場合であれば昼間に使うようにしてください。それからお布団も掛け布団は基本的にはいりません。これ夏だと思うので、半袖で夏だと思うので暑い可能性もあります。でもし寒かろうと思ってお布団使いたいなっていう場合、掛け物を使いたいなっていう場合は、夏用のスリーパーをおすすめします。夏用のスリーパーの、どんなものがあるのかとかっていうご紹介はブログでこの間したんですけれども、そういうものをちょっと薄手のベストみたいなものを使っていただくといいかなというふうに思います。はい、続いて3枚目のお写真に行きます。双子ちゃんのご家庭からお写真をいただきました。双子ちゃんについてはですね、私も今度ぜひね、こう双子ちゃんのためだけの、寝かしつけのコツとか環境の作り方みたいな動画を出したいなというふうに思っているんですけれども、このご家庭はですねすごくいいと思います。このベビーサークルの中に2人をこう寝かしてあげてるっていうのはとてもいいことだなっていうふうに思います。やっぱりね、ベビーベッドだと双子ちゃん一緒に寝かせるとちょっと狭いんですよね、1人用なんでね。なんでこういうふうな作り方してあげるのすごくいいなっていうふうに思います。で双子ちゃんは、お腹の中に一緒にいたから、一緒にいた方が基本的には落ち着くんですけれども、どうしても大きくなってきたりとかすると場所が狭くなってきたり、あと片方が片方の布団取っちゃったりみたいなことも起こるので、そういうふうになってくると別々のところに寝た方がいいということも出てきます。ちょっと後日の動画でしっかり喋ります。あとこのご家庭の場合は、敷きパッドみたいなのがされてると思うんですけど、これもしっかりゴム止められてると思うんですが、四隅しっかり止めてあげて、めくり上がらないように顔にかかったりしないようにすることが大事です。掛け布団などなくてすごくいいと思います。それでですね、ちょっと明るいところで寝てるっていうのが気になるので、これお写真のためにもしかしたら明るくしていただいたのかと思うんですけれども、お昼寝してる時はね、ぜひこう電気消して暗くしてあげて、おそらくこれ6、7ヶ月くらいですかね、3ヶ月以降だと思いますので、暗くしてあげた方がよく寝れるんじゃないかなということは思います。はい。であとですね、これ水色で描いていただいてるところ、ママがここに寝てるっていうことなんですかねと思うんですけど、もしママが寝てるとしたらママは違うところで寝た方がいいと思います。はい。はい、4枚目のお写真に行きます。シンプルな寝室で本当にいいと思います。特に、ね、赤ちゃんのところ何もなくてとてもいいと思います。本当おもちゃとかそういう余計なものは、あと掛け布団とかそういうのもいらないので、とにかくシンプルな作りっていうのが赤ちゃんの寝床はいいと思います。でただこのご家庭の場合はお布団でこう床置きなので、ここの上で寝られている間は OK なんですけど、ちょっと動き出すとハイハイしたりとか、歩けるようになったりすると、もうこのお布団の上にいてくれないということも多々出てくるんじゃないかなというふうに思います。ゴロゴロ転がってっちゃったりとか、あとはママとかパパのところにこうよじ登ってきたりとかして、でこういつの間にかママを触らないと寝れない癖がついちゃったとか、もうここにお布団はあるけれども大人の方でいつも寝てるみたいなこととかっていうのが起こってくる可能性はあります。それを考えると、さっき の双子ちゃんのお家みたいにベビーサークルで一人だけでこの周りを囲ってあげる、うちもそういう風にやってるんですけど、やってあげた方がそうやって、侵入してくるような癖がつかず、ママとかパパの睡眠も妨げられずに済むかなという風には思います。はい、続いて5枚目のお写真ですね。とっても可愛いので、本当に可愛い。スワドラップのステージ2をいらっしゃいますね。寝床の 中に何もなくていいなというふうに思います。ただ頭の上にちょっとだけこう映ってるんですけど、なんかお尻拭きの角ですかね、映ってるのが見えるので、こういったものはさっきの1枚目の写真でもお話ししましたけれども、別のところに置いてあげて寝ているところには置かない方がいいと思います。であと、日光が差し込んでるのが見えるんですけれども、光がねこう差し込んでるなというふうに思います。この子もおそらく3ヶ月以上 4、5ヶ月とかだと思うので、これでねしっかり1時間半とか寝れますという場合はこのままでもいいんですけれども、ちょっと短く起きちゃいます、困ってますとかっていう場合は、やっぱり暗い部屋で寝かしてあげた方が長く寝る確率は高くなると思いますので、そういったことにお悩みであれば暗い寝室で寝かしてあげることをお勧めします。日光もしっかり遮光するということが大事です。
はい、6枚目の写真に行きます。今の、社交というお話につながってくるんですけれども、こちらでもちょっと社交のお話、具体的な社交の仕方についてお話ししたいと思います。このお部屋ですね、本当に立派なお部屋で海外かなっていうぐらい本当広くて、うちが丸々一軒ここに入っちゃうんじゃないかなっていうぐらい広いんですけど、でしっかりしたベビーベッドをお持ちで、とてもいいお部屋だと思います。でただこちらのお部屋、先ほどの話と連続した話になるんですけども、社交が気になるところで、暗い場合のお写真もいただいてるんですが、こういった画像を見せていただくとやっぱり明かり漏れがすごいですよね。でこうなると特に早朝起きとかっていうこともありますし、夜でも、夜は暗いんですけど、それでも例えば外に街灯があったりとかすると外から光が入ってきてで、それが気になっちゃうとか、朝早く起きちゃうとか、お昼寝ができないとかっていうことに光が漏れてるとつながるので、そういったお悩みがある場合はこの窓のところをしっかり遮光をしてあげる必要があると思います。で、こちらのお宅の場合はブラインドなんで、黒い布で、ね、こう上からカバーをつけるか、それか発泡スチロールみたいなものにこう黒い布を巻いたものでこの窓のサイズに作ってカポって寝るときだけはめてあげるみたいにするのもいいかなっていうふうに思います。で普通のご家庭の場合はカーテンのご家庭の場合はですね、カーテンの横をマジックテープで留めたりだとか、カーテンレールの上を、タオルぐるぐる巻きにしたもので塞いだりとか、そういったやり方で塞いでいただくこともできます。ブラインドの場合はそういったちょっと上から布をかけるか、発泡スチロールでこうかぶってはめる蓋を作るかみたいなことが有効かなというふうに思います。それからですね、ベビーベッドの中のお写真もいただいてるんですけれども、ベビーベッドの中になんかブランケットか寝返り防止ベルトかなというものが見えます。で寝返り防止ベルトについては私は、あまりおすすめはしません。確かに寝返り心配なんですけれども、寝返りっていうのもこう自分の快適な寝やすいポジションを見つける大事な行為でして、やることに意味があります。で体温とか体圧を分散するということでも必要があります。やっぱり、ね、背中ずっと下につけて寝てると背中が熱くなってきちゃうので、こう動きたくなると思うんですよね、大人でも。っていうところがあるので、寝返りを防止ベルトみたいなのはあんまりおすすめはしません。でそれから、向こう側にベッドの向こう側にぬいぐるみがこうたくさんあるのが見えるんですけれども、それに関してはこう手を伸ばして取ってベッドの中に入れちゃうっていうことだとちょっとあんまり良くないかなって。やっぱりぬいぐるみがいくつもあると鼻とか口を塞いじゃうっていうこともあって、こう全部ね入れ込んじゃうっていう可能性もあるので、あんまりいっぱいあるのはどうかなっていうところも考えられます。それから、それがあることによって、楽しい気持ちとかになっちゃって、なんかそこばっか見て寝つかないとかっていうようなこととかがお悩みだったら、このぬいぐるみは一旦どけてみるっていうことをおすすめします。であとベッドの外側になんか白いコードみたいなのがこう生えてるのが見えるんですけど、これがちょっと気になりますね。これがもし引っ張ったりとか外れたりするようなものだと、中に万が一ベッドの中に入っちゃってこう首が締まっちゃったりとかすると危ないので、こういったものは気をつけた方がいいかなというふうに思います。すごく広くて立派なお部屋で羨ましいです。本当にエアコンがダイレクトアタックにならないように、風向きだけ気をつけていただければなというふうに思います。ということでですね、6枚の画像を紹介させていただきました。チェックポイントを少し理解していただけたでしょうか。参考になったらチャンネル登録やいいね、うちはこんなだよっていうコメントもお待ちしてます。よろしくお願いします。個別のご相談は動画概要欄のサイト URL からお願いします。その他 SNS も覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。